こんにちは、赤い夫婦です。今日はあなたの会話力をアップさせる秘訣についてお話ししていきたいと思います。あなたは会話についてこんな悩みはありませんか？会話が盛り上がらずに途切れてしまう、会話をしていても気まずい沈黙が怖い、会話をしていていつもいい人で終わってしまう、自分の気持ちをうまく伝えることができない、こういった悩みを今お持ちでしょうか？実は私たち夫婦のもとにはこの会話についての質問が最近特に多いんです。そこで今回この会話上手になるためにどういったことが必要なのかについてこのビデオでお伝えしていきたいと思います。会話上手な人たちっているんですけれども、彼らに共通するものは何でしょう？例えば会話にすんなりと入っていきます。会話上手な人たちは会話にスッと入っていけるわけですね。会話をしていていち早く相手と親しくなることができます。また会話をした後にあなたともう一度話をしたい、あなたともう一度会いたいと言われます。そして会話をしている相手から好意を持たれやすくなります。これは会話上手な人たちに共通する特徴なんですけれども、では会話上手な人たちになるためには何が必要なんでしょうか？どうしたら会話力がアップするのかということですけれども、これはですね、一言で言うとですね、会話上手になるためにはまず型というものがあるんです。型、会話をする型ですね、これがあります。何においてもありますよね、型というものが。でその型をまず知ることが大事なんです。会話が弾んでいる人たちっていうのはある種の型をもうすでに身につけちゃってる人たちなんですね。で会話上手ではない人たち、会話が苦手な人たちっていうのはその型に沿ってない会話をするので、どうしても会話が弾まなかったりとか会話が弾みにくいんですね。なのでまずこの型を知るっていうのは大事なんです。で型を知ったらどうするかっていうと、次はね、実際にそれを使ってみるんです。型を知って使ってみる、型を知って使ってみる、で次どうするか、さらにまた繰り返し使ってみるんです。繰り返し使ってみる、繰り返し使ってみる、繰り返し使ってみる。そしてどうするか、身につくまで使ってみる、身につくまで使ってみる、身につくまで使ってみる、ひたすら使うということなんです。要はですね、茶道で言ったら型を知って会話の型、会話力がアップする型を知ったらですね、実際にやり続けて身につくまでその型をまず使って会話をするということなんです。そうするとどうなるかっていうとですね、会話力がアップするわけです。実際にこの地道な積み重ねが会話力をアップすることになるんです。ではここですね、会話って一体何なのかっていうのをちょっと調べてみるとですね、辞書を引くとここに定義されているわけです。会話とは言語の発生、言葉の発生ですよね、いやジェスチャーなどによる意思表示によって共通の話題をやり取りするコミュニケーション、こんな風に書かれているわけです。若干難しいなと思うかもしれないんですが、要はですね、言葉や身振り手振りを通じて意思表示をするということなんです。自分と相手それぞれが意思表示をするということなんです。意思を表示する、で共通の話題をやり取りする、このことを言ってるわけですね。つまり自分はあなたの意見に対していいのか悪いのかっていう意思を表示することによって共通の話題をやり取りすることが会話というふうに辞書を紐解くとそう書かれてるんですけど、ちょっとこれだけ言ってもイメージわからないし逆に難しく感じると思うんですね。なのでちょっとね、考えました。この会話を成り立たせるもの、会話をより良くするものを考えたんですね。なぜかというとですね、この会話がさっき言った辞書みたいなイメージだとすごく難しいと思っちゃうんですね。でも実はね、そんなに難しいところはないんです。高度な技術や難しいノウハウを知る必要ないんです。まずは型を知ってその型を実践することで会話力がアップしていくんです。でその会話力がアップしていくとどうなるかっていうとですね、自分の気持ちをうまく相手に伝えることができるわけですね。そうするとどうなるかっていうとですね、今までお友達トークしかできなかった人たちが異性として認識してもらって、異性として見てもらって恋人トークになっていくこともできるし、自分が思っていることを相手に上手に伝えることもできるようになるんです。だからこの会話力がアップするっていうのはすっごく大事なことなんですね。だけど
本屋さんに行くと会話力の本っていっぱいあるんです。会話の本、話し方の本っていっぱいあるんですけど、もう開いてみてください。すごくね難しいんです、最初のハードルが。なのでみんな挫折しちゃったり、会話ってやっぱ難しいなと思っちゃうんです。覚えることたくさんあるし。なので今回難しい理論や知識は一切なくて、すぐに実行できるものっていうことを考えた時にすごくいいアイデアがひらめいたわけです。これ皆さんにご提供できるんじゃないかと思ってひらめいたわけです。それが新しいビデオ講座なんですね。このビデオ講座はもう難しい理論知識一切なしです。すぐに実行できるものです。これをビデオ講座として今回ご紹介できるのがこの玉の輿会話術という、ビデオ講座になります。これビデオプログラム、ビデオ講座なんですけども、まあ、理想の相手を射止める会話術をマスターしようって書いてありますけども、まあ、玉の輿会話術っていうような、まあ、こうなんていうんですかね、インパクトのあるネーミングなんですけども、この会話を通じてあなたの思いを伝える、気になる人にあなたの思いを伝えて、いずれはこう両思いになったりとか、理想の相手をこう射止めていく会話術というようなビデオ講座を今回ご案内させていただきたいなと思います。どんな内容なのかっていうのをご紹介していきたいと思うんですけども、まずはですねこちらです。このビデオ、これはですね伝わる会話術、メール術というようなビデオ講座になっています。でこれはですね会話の初級編としての位置づけとして構成されたビデオ講座になっています。まず伝わる会話術ということで、相手に自分の気持ちを伝えるための会話がありますよね。その会話の基礎となる、どんな会話をしていったら、どんな方を知って会話をしていったら相手との会話が弾んでいくのか、盛り上がっていくのかっていうことを基礎編としてお伝えした講座になっています。この講座を学ぶことによって、まず相手と伝わる上での相手とのやり取りとか、これ会話もメールもそうなんですけど、の型を知ることができて、それをすぐに実行することができます。これね、3つの心得をここでお伝えしてるんですけども、この3つの心得、伝わる会話3つの心得を知ることによって、今までとは全然違う会話のやり取り、メールのやり取りを習得することができます。これ1つ目。で次はこちらのビデオ講座です。異性との距離がぐっと縮まる会話術ということで、これは会話の応用編という位置づけでお伝えしているビデオになっています。これはねさっきの初級編をまず学んで、会話がやり取りすることがスムーズにできるようになってきたら、次どうするかって言ったら、今度は異性との距離を縮めていく会話っていうのが大事なんです。で縮めていく会話っていうのはどういう会話かっていうとですね、あなたがどんな人なのかってことを相手に伝えないといけないです。で、相手に伝えるってことはどういうことかというと、あなたが何を思ってるのか、あなたが何を感じてるのかってことを上手に伝えるということなんです。この上手に伝えられるようになると、今まで普通の友達トークだったところから異性との距離がね、ぐっと縮まっていくんです。でそのどうやって縮めていくかということについて具体的な事例と、ここでもね型を紹介してます。でこういった会話術をしていくことによって、今まで普通のお友達だったあなたが異性として認識されるような、魅力のある人だと、気になる人だと思うような会話をしていける型をここでもお伝えしています。なのでこれを使うことによってぐっと距離が縮まっていきます。そしてこちら3つ目はですね、交際がスムーズに発展するための会話術というビデオ講座で、これはですね会話の実践編として位置づけています。実践することですね。実践編なのでどうなっていくかというと、今度はですね距離が縮まっていくとですね、次はですねどうやったら相手と会うのか、で相手と会ってお茶飲みに行ったりとか、デートしたりとか、交際に発展したりとか、こうその今までお友達トークだった人たちが今度はスムーズにデートに行くための交際が発展していくための会話術を実践編としてお伝えしています。こう具体的にシチュエーション別にどんな風に、これも会話の型を教えてるんですね。ここの型、この型をまず知って、その型を実践することによって交際へスムーズに発展していくことができるようになっています。でこういったビデオを3つご紹介して、これでまず型を学んでほしいと思うんですね。今回このビデオの、それぞれビデオがあるんですけど、気になるお値段についてご案内させていただきたいと思うんですけど、今回ですね
3つのコースでご提供させていただこうというふうに思っています。でそれぞれね、1つ星、2つ星、3つ星というふうに、名付けてるんですけども、1つ星コースとしてはですね、理想の相手を射止める伝わる会話術&メール術というこのビデオプログラム、これが1つついてます。そして、異性との距離がぐっと縮まる会話術、この2つセット、つまり初級編と応用編、この2つセットのコースが1つ星コースです。でそれぞれ 19,800円という価格なので、合計金額としては販売価格として 39,600円でご提供させていただこうと思っています。ですが今回ですね、おかげさまで赤木夫婦のですね、受講者数、赤木夫婦のビデオだったりとか音声だったりとか、赤木夫婦のですね、教材の受講者数がですね、おかげさまで2万人を突破しました。今回その2万人を突破記念といたしまして、この通常価格 39,600円をですね、スペシャル価格ということで、これ 50% オフにさせていただきます。なのでこの一つ星コースの価格は特別価格 19,800円でご提供させていただきます。なのでまずは会話の初級編、そして会話の応用編、このセットが一つ星コースになります。こんな形ですね、 39,600円が50% オフになりますので、 19,800円という価格になっています。ビデオプログラム2本組のセットになります。これが1つ星コースですね。では2つ星コースどうなのかっていうとですね、まずこのビデオ、伝わる会話術、メール術がつきます。そして異性との距離がぐっと縮まる会話術がつきます。そしてここにはですね、交際がスムーズに発展するための会話術、この3本セットが2つ星コースになります。でお値段は 59,400円になるんですが、これも同じく2万名突破記念ということでですね、スペシャル価格ということで 24,600円オフということで、特別価格 34,800円で2つ星コースもご提供させていただこうというふうに思っています。 59,400円が 24,600円オフの 34,800円になっています。ビデオプログラム3本セットというのがこの2つ星コースになります。じゃあ続きまして、三つ星コース。三つ星コースはもう、この1つ目と2つ目と3つ目、このビデオが全部基本でついています。そして、三つ星コースの一番の目玉は何かっていうとですね、この赤井夫婦のスカイプによる会話力向上レッスンという、特別セッションプログラムっていうのがあるんですけども、これ通常ですね、1回、スカイプによるセッション、個人相談とかですね、4万2000円で、行わせていただいてるんですけど、これをですね、今回会話力向上レッスンということで特別プログラムを組みまして、こういってですね、インターネット電話を通じて、あなたがパソコンからこのスカイプという電話を通じて赤木夫婦とですね、そのあなたの持っている会話力を向上するための秘訣と向上するためのレッスンをここで行うという、これのセットがついています。でこれがですね、三つ星コースとしまして販売価格が 101,400円になるんですけど、これも2万名突破記念ということでですね、スペシャルプライスにさせていただきました。 41,600円オフということで、特別価格 59,800円で三つ星コースはご提供させていただきたいと思います。ただね、ここ先着2名様ということなので、人数限定なので早い者勝ちということになるんですけども、もしご希望する方はお早めにお申し込みいただければと思います。三つ星コース、先着2名様ですけども、101,400円が41,600円オフということで、59,800円でお届けすることができます。スカイプによる個人レッスンとビデオプログラム3本組セットになります。でさらにですね、今回スペシャルな特典をお付けしたいと思います。スペシャル音声としましてですね、モテる人はやっている愛される会話術ということで、これはですね、まだ販売させていただいていないというか、こう非売品の音声セミナーになるんですけども、愛される人たちがこう何気なくやっているこう会話術っていうものにすごくクローズアップしてお伝えしている音声になります。こう なぜかその人を好感度がアップしてしまうという人たちいると思うんですけど、この人たちにはですね、ある特徴的な会話をしているんですね。でこの特徴的な会話というもの、これも型をお教えするんですけども、を知ってこれ実践するとですね、非常に好感度がアップして、あなたに対してですね、一目置かれるというかですね、すごく気になる存在になるという、こういう会話術、これプレゼントさせていただきたいと思います。ですがこの特典に関しては期間限定の特典としまして、
10月31日23時59分までにお申し込みの方のみとさせてください。それ以降はこのプレゼントはお付けすることできませんので、ご希望する方はそれまでにお申し込みいただければなというふうに思います。じゃあお支払い方法についてなんですけども、お支払い方法は銀行振込とクレジットカード払い、この2つご用意させていただいてます。で、銀行振込の場合はお手数ですけれども、銀行の振込手数料はお客様のご負担とさせていただいてますので、よろしくお願いいたします。で、手続きの流れなんですが、まずはパソコンのお申し込みフォームから必要事項を入力していただいてお申し込みください。で、そうしますとメールでですね、自動で返信メールが届きますので、そこにご入金先が書かれています。ですので、そのご入金先の銀行振込先にお振り込みいただくか、クレジットカードの決済をそこで行ってください。そうしますと、確認ができた段階で、あなたの元パソコンの元でビデオ講座が視聴できるページをお送りさせていただきます。これメールでお送りさせていただきますけれども、ご確認できた翌日、また翌々日にはお届けできるような形でご準備させていただいています。それでは今すぐ下記からお申し込みください。この今回のこの玉の輿会話術ということでですね、ちょっとインパクトのあるネーミングをつけた会話術なんですけれども、この会話っていうのがすごくこうパートナー欲しかったり理想のこう結婚相手を探す上ですごく大事な要素なんですね。なぜなら会話っていうのは必ず発生するからなんですね。これ結婚してからもそうなんですけど、相手とどのように会話をするか、どういうふうに自分の気持ちを伝えるかっていうのは、実はですね、出会う前も必要なんですけど、実はこれ出会った後がすっごく必要なんです。私たち夫婦は結婚8年目になりますけども、このね、会話っていうものに対してね、もうかなり研究してきました。で、なぜ研究してきたかっていうとですね、やっぱね、この会話をどういうふうにするかによってですね、自分の気持ちがうまく相手に伝わるかどうかっていうのは変わるわけです。で、自分の気持ちがうまく伝わらないとどうなるかっていうとですね、やっぱそこはね、ストレスが発生して相手との間に溝が生まれるわけです。で、この溝が生まれて、その溝を放っとくとどうなるかっていうと、溝はですね、どん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 大きな穴になっていくわけです。で、大きな穴を放っとくとどうなるかっていうと、もうそこは修復できない大きな谷になっていってしまうわけですね。なので、この会話をする技術ですよね、これ会話する技術っていうのは、これセンスなんですけど、このセンスっていうのは後付けでもつけられるセンスなんです。なので、もともと会話上手な人っていうのは生まれてからいるんですけども、自分で意識して正しい型を知って、それを練習して身につけてしまえば、誰でも後天的後付けでつけられる知識だったり技術がこの会話術なんですね。なので、会話ができないことを悩んでいる時間があったらですね、まず必要な知識、正しい知識をしっかり得て、それを実践して実行して、まず会話が成り立つ、会話がスムーズに始まる、そして会話が弾んでいくっていう会話術をぜひマスターしていただきたいと思うんです。で、そのマスターしたことのこの会話術って、あなたのこれからの人生に必ずプラスに働いていくというふうに思うんですね。なので、今回この玉の輿会話術、あなたの会話の向上するためのお役に立てたらとても嬉しいです。それでは今すぐ下記からお申し込みください。赤井夫婦でした。